はい、皆さんこんばんは。沖縄一ゆるゆるの心理ソングカウンセラーメカルヒロキのゆるらくラジオ、時刻は8時半を回りました。心理ソングカウンセラーメカルヒロキのゆるらくラジオのお時間です。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾、海の見えるね、ほんと素敵な観覧車の見えるスタジオより生放送でお送りしております。この後30分間ですね、9時までお送りしますので、最後までお付き合いください。ですね、僕は改めましてシンガーソングライターと心理カウンセラーの二刀流で沖縄で活動しています、心理ソングカウンセラーのメカルヒロキです。よろしくお願いします。今日もね、見ての通り動画見てる方もいるので、ギター持ってますよ今日は。シンプルに落ち着くっていう理由でギターを抱えております。で、最後というかね、番組の後半には今日はオリジナルソングを1曲歌おうかなと思っておりますので、最後までお付き合いください。はい、でまず最初はですね、オープニングはですね、僕の自己紹介と、ちょっと番組紹介とか、あと僕が何をやってる人なのかっていうのもちょっと紹介していこうと思っています。この番組はですね、沖縄の大人、働く大人、働いてない大人でも何でもいいんですけど、をゆるゆるで、楽に生きていく、楽しんでいる大人を増殖させちゃおうという狙いがございます。僕の野望があります。そんな大人を増やしていけば、きっとその背中を見ている子どもたちも、ああ大人になりてえな早くみたいな感じでね、いい、なんていうの、沖縄にやっていくんじゃないかなと思って、そういう思いで、配信しています。でですね、ちょっと伝え忘れました。こっちの FM 宜野湾ですね、ツイキャスとか、あと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。あと FM 宜野湾ホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。でまたサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様、ご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいねってことです。で、じゃあちょっとだけ僕が何をやってるかっていうのを、まずは前半ちょっと説明しますね。僕はですね、まず心理カウンセラーの部分からいくと、僕自身がいじめの体験と、親との軋轢とかいろいろありました。で、小学校の教師で働いている時に、プチ打つというか、打つ状態になって、本当に仕事に、行きたくないというか、もう何やってんだろうというような感覚がありました。もう30億ですね、これいうものがありまして、本当に生きづらさを抱えていた一人です。はい、でその悩みを解決したくて、本を読み漁ったりとかね、セミナーに行ったりとかして、で元々好きだった心理学の本とかも1000冊以上読んで、資格を取って今に至るんですけど、カウンセリングをするって言っても、僕はちょっとね、実は変わってまして、多分なんですよ、まだネットで出てきてないので多分なんですけど、僕日本初というか初めてかもしれないことをしています。多分ですよ、まだ分かんないから。でそれは何かというと、僕カウンセリングルームがないんですよ。カウンセリングの部屋がないんですね。部屋でカウンセリングをするって感覚じゃないですか、普通1対1とかでね。そういうのではなくてですね、実は、僕はどこでやってるかというとですね、海でやってるんですよ。その名もシーサイドカウンセリングといって、もうすぐパッと検索してもらったら、多分僕が一番トップに出ると思うんですけど、ネットでね、シーサイドカウンセリングといって、僕のメカルヒロキの日常に彩りをというブログに説明書いてます。シーサイドカウンセリングとはとか、シーサイドカウンセリングの思いとか、動画も載せたりしてます。こんなとこでやってますよみたいな感じでね、っていうのでやってます。でなぜ海かって言った時に、ものすごく海がシンプルに癒されるっていうのがあるんですけども、五感を全て刺激されるっていうことで、であとは今年になって知ったんですけど、アーシングというすごい健康法がございまして、裸足でただただ地面を歩くっていうものなんですけど、じゃあ簡単に説明すると、アーシングとは裸足で地面を歩く、砂浜を歩く、海に浸かるっていうことだけなんですけど、何が起こるかというと、自分の中に溜まっている電磁波ですね、人間もやっぱ電気通るから静電気とか溜まるじゃないですか、その電磁波っていうものがブワッと
アースとつながって地球とつながって出ていくと。でそれで、不要ないらないデンジャーが逃げていって、で空っぽになっていくから、そこに、第一エネルギーが入っていって、すごく気分が良くなるっていうことを、あのもう数値化して証明した方がいます。アーシングジャパンっていうふうに、検索すると、あのすぐに、世界的な、すみません名前忘れたんですけど、その方が研究して成果が出ているものです。でこの、研究した方も実は最初はあの信じてなくて、医者なので薬でしょうとかやってたんですけど、自分で実際試してみたら自分の腰痛が消えていったりとか、あの体調がものすごく良くなっていったということで、あこれはすごいぞってなって、すごく研究して、すごく今徐々に広まっているものですね。なのでアーシングジャパンと検索したら、あの効果とかが分かります。あのアトピーとかなくなったとか、あのいろんな効果も報告があるので、ぜひ、調べてみてください。で僕はそのアーシングと海っていうのを使ってます。裸足でカウンセリングをしながら、話を聞いて、癒しを求めてくる人もいますし、どうやったらこの親子関係解決できますかとか、子育てで悩んでますとか、自分のトラウマとかコンプレックスで悩んでますとかっていうのもあるしね、これからどんなして生きたいかも分かりませんとか、もう本当に辛いですっていう方の話を聞くんですけど、まあ大体、この日をきっかけにいい意味で人生が好転していくっていう方の方が多いので、あのぜひこの海という素敵な、もう最高の緩くなれる場所でカウンセリングを受けてみてください。すごい効果があります。でどんないいカウンセリングしてもですね、あの体がガチガチとか心が固まってると意外と効果がないことが多いんですね。日常生活に引っ張られちゃうから。だからまずは体も心も緩むっていうのがものすごくあの大事だと言われているので、僕はじゃあもうこんな最高な素敵な海を使う手はないと。本当に沖縄に生まれてよかったなと思うんですけど、シーサイドカウンセリングとしてやってます。でなぜシーサイドがついたかというと、恩納村にあるシーサイドドライブインというものすごくスープが美味しいね、ハンバーグも美味しいですけど、そこで家族でね行って飲んで、あったかいなってなって、で夕日を見ながら食べて飲んで、あ幸せだなみたいな感じになってたら、待てよシーサイド癒し最高だな、ここでカウンセリングしたら超いいんじゃないっていう感じで嫁と話になりまして、よしということでシーサイドカウンセリングが生まれたと。で自分もすごく効果を実感できたんで、本当にそれはあの僕の、ブログからですねちょっと見てみてください。でこれがですね11月30日まで限定となっていて、そこからもう30日終わったらもう個室っていうか、また、そういう風に戻ろうかなと思ってます。メール相談とかね、多分寒くなるかなと思うんで、11月30日までは、シーサイドカウンセリングを行っています。これは本当日本全国ここでしか今受けられないので、ぜひ自分のために、自分の人生のために受けてみてくださいということも知っています。で僕のカウンセリングの紹介と、あとはですね今はあの訪問介護施設とか、そこの企業さんに入ってですね、利用者さんのメンタルヘルスケアというか、その話を聞いたり職場の悩みとかっていうものを聞くとかではなくて、利用者さんではなくて、そこで働いている職員の方の、メンタルヘルスケアというかストレスを解消していくというか、その方法だったり、悩み相談というのを行ってやっています。なので、まだ僕はですねこの介護施設の他にはあまりないので、あのこんなこういうやつを、このメカニヘルキを、企業に1人週1でも週2でもいいから雇いたいってなれば、あのぜひ僕をあの使ってください。僕に仕事ください。はい、30分1時間ぐらいの対話の中でいろんな悩みを、軽くしていったり癒されたりしていっています。今そういう施設の方からもすごく、好評の評価をいただいておりますので、ぜひ僕を、活用してください。すると働くね大人がものすごく楽になって、そういう企業もいい流れになっていくんだろうなって思ってますので、よろしくお願いします。またあのセミナーとかね、企業向けのメンタルヘルスケア の講習会なども受け付けてますし、そういうワークショップとかっていうのも自分で、やったり開催したりしてますので、その時はまたブログとか、Facebook 等で紹介していきますので、ぜひ、僕とつながってください。メカルヒロキで、Facebook やブログの方も検索して、僕をチェックしてみてください。もしくはあなたには必要ないかもしれないですけど、あなたの友達とか知り合いに必要な方がいるかもしれないので、ぜひ僕をあの広げてほしいなとも思っております。はい、結構オープニング長々と
喋ってきましたけども、今日はあのシーサイドカウンセリングの紹介とか、僕が訪問介護施設で、職員向けのカウンセラーとして専属カウンセラーとして、入ってますよとか、セミナーとか講習会も、全然受け付けてますということを紹介しました。一旦 CM を挟んで、今度は第1コーナーの方に入っていきたいと思いますので、皆さん FM79.7 メガヘルツはそのまま、チャンネルはそのままで、最後は歌いますからね、聞いててください。それではじゃあメカルヒロキの有楽ラジオ、一旦 CM に行きたいと思います。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車、中古車のご相談なら、宜野湾中古車街道、長浜モーター、892-3719、892-3719。レンタカーやってます。あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。ムービン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 、引っ越しするならムービン。ムービン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 、県内県外ムービン。お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。コスワード自分に OK のコーナー、はい、お送りしております。 CM 明けました。この番組は、沖縄一ゆるゆるな心理ソングカウンセラーメカルヒロキのゆる楽ラジオです。宜野湾ヒルズ通りになります。 FM 宜野湾のスタジオより、この後9時まで、もう少しですね、9時まで生放送でお送りします。お相手はメカルヒロキです。ではですね、このコーナーは、コソアド自分に OK のコーナーということで、コソアド言葉のようにですね、この自分、あんな自分、あの自分、その自分、そんな自分、どの自分、どんな自分に、すべてですね、どんなクソったりの自分にも OK を出して全肯定していくコーナーとなっております。今はね、まだなんでしょう、コメントとかもまだありませんけども、リクエストとかありました、悩み相談も生でやっていきますし、あとはこんな自分をでもいいんですか、こんな否定してしまう自分をいいって言ってくださいみたいな、僕が叫ぶみたいなね、そんなこともしていきますよ。エロくていいよとか言いますよ、僕がいいよ、チャラくていいよって言いますよ、洗濯物畳めなくていいよって言いますからね。夜泣き対応できなくて夫に渡す自分でもいいよとかも、つまり全部 OK ってことです。感情とか、行動もそうですけど、そういうのも含めて全肯定してすごく生きやすくなっていきますんで、そういうのも、OK というコーナーですね。はい、で今日のテーマはですね、歯医者と自己肯定感ということで、歯医者っていうのは敗北者っていう意味ではなくてですね、歯ですね、歯医者さんの歯医者さんねと自己肯定感ということで軽く、伝えたいと思います。でこの今から話するのはですね、こういう人におすすめです。あまり自分の意思を伝えられない人とかね、あとノーと言えない人、断れない人とか、であとは自分が我慢さえすればうまく回りは回るとかね、空気読みすぎる人とか、あと大丈夫じゃないのに大丈夫と言っちゃう人とか、あと辛い時に辛いなーってあんまり言えない人とかね、まあ頼れないというか人たち、要はあとはまあニコニコしてしまうとかね、別にニコニコしたくないのに愛想笑いをしてしまうとか、そういう方におすすめです。っていうのはですね、なぜ歯医者さんかというと、僕先週の金曜日ぐらいから歯に違和感があって、土日月曜日になってどんどん痛みが増してですね、もうかなり痛くなって2日間ぐらいもほぼ寝れなくなったんですよ。もうズキンズキンって心臓ドクンドクンと一緒のように歯もズキンズキンズキンみたいな、脈もこうして痛みがこうガーくるって感じで、痛み止めとか薬とかもらっても全然もう、うわ痛いみたいな。だから夜中起きてっていうか、横になるんだけど起きて家の中を歩き回るみたいなね。で嫁とかも聞いてると思うけど、痛い痛い痛いって俺が家の中を徘徊するっていうね、多分
こいつ大丈夫かみたいな感じで見られてたと思うけど、痛い痛いって言ってながら家の中徘徊してました。それぐらい痛くて、ね、もう本当に飛び込みで歯医者に行って、すいません本当痛いんですけどって感じで、通って、で今日はようやく被っているこの銀歯を取って、奥にある細いところのね、あのところに刺して、こう海を取るみたいな感じで、そこが原因だったらしくて、それをやってくれてものすごく楽になったんですよ。あの痛みはもうほぼなくなってて、すごく今楽になりました。腫れはちょっとあるんですけど、だいぶ喋りやすくなったので今日は本当に助かりました。だからもう歯医者さんの方、もう先生方本当にありがとうってしか言えなくてですね。でそこでなんですよ、でそれで僕はもう本当助かったんですけど、僕は歯医者さんに、歯が痛いから歯医者さんに行って歯医者さんに助けられた。で僕はカウンセラーなんで、心とか、あん辛いな、なんて生きづらいんだろうってなったら、そういう専門家に聞いてほしいんです。僕じゃなくてもね、カウンセラーとか心療内科とかに聞いてほしい。でラーメン食べてんだったらラーメン食べる、当たり前の話なんですけど、そういうのをうまく活用してほしいなっていうのも話でもあるし、で、歯医者さんで僕が今までできなかったことと、今週できたことの話をして、違いをちょっと聞いてくださいね。今までできなかった僕なんですけど、今までは痛みを我慢すればなんとかなるだろう、こんな痛みぐらい耐えて仕事は行くべきだ、休むべきではないとか、こんな痛みを出る俺の自己管理が悪いんだ、なんて俺ってダメなんだっていうモードで生きてたんですよ。厳しく生きてたんですね。でもそれがもう本当できなくなって、去年一昨年からすごく自分を大切にするように、自己言葉を変えたり行動を変えたりしていくと、すごくいい意味でダメな人間になっていくんですね。痛みに耐えられないとか、もう我慢できないとか、てかこれが 通常モードっていうの知らなかったんですよ。そんなの甘えだと思ってたんですけど、そういうのができてくると、あ本当に痛い無理だって言って、すぐ病院ちゃんと行って、自分の大切にするためにちゃんと病院にまず行く、調べる、そして、痛い時はちゃんと休むとかね、で歯医者さんの先生にちゃんと伝える、ここが痛くてどうにか、予約も取ってなかったんですよ実は。予約取ってないんですけど、朝一に行って本当に痛すぎるんで、どうにか、先に僕させて入れてくれませんかっていうのも言えなかったんですけど、今回1週間で、まあ、自分の中のチャレンジでもあったんですけど、言えるようになったんですよ。すいません痛すぎるんでどうにかみたいな。だから自分の弱みとかをさらけ出すというか、正直な感情をちゃんと出してあげるってことを、実践してできるようになりました。でそれはなぜできるようになったってかというと、自分 の自己肯定感がすごく高まってきたからなんですね。それって自己否定してる人とか自分に厳しくしてる人ってなかなかできないことなんですよ。それは甘えだってやっぱなっちゃうから。でそれでですね、で自己肯定感が高まってくると、歯医者さんに行ってもこういうふうに自分の意見を言えるようになる、こんなのに痛いんでこう大丈夫ですかとか、先にお願いしてもいいですかとかっていう要望が言えるようになる。で他にはあれができるようになりました、よくあるじゃないですか、痛かったら左手上げてくださいねシリーズ、あれが僕でできなくてですね、昔は痛いけど手上げないみたいな、我慢する、うん大丈夫、いやいや急に痛いけどだみたいなやってたんだけど、もう痛いから本当にもうチャーゲーでしたね、左手もうずっと痛いです痛いですって我慢できなくて、それは昔できなかったです、我慢我慢我慢って。で本当に痛いから手を挙げて、あ分かりましたって言って、そうすると意思を表示するから歯医者さんの先生も分かるじゃないですか、あここが痛いんだなって、そしたら気をつけようってなって、そこで、相手も対応ができるってことです。だから我慢しないで自分の意思とか感情をちゃんと出すことによって、人に迷惑かけるどころか、その人のためにもなるっていうことにも気づけたんですよ。昔は我慢して言わない方がいいんだみたいな、先生に迷惑かけちゃいけないんだとか、そんな感じで、モードで生きてたら、やっぱり逆にそれが、分からなくてですね、迷惑かけたり、遠回りで迷惑をかけるみたいな、で自分も損する、痛くてわーってっていうのが分かってきました。そういうのはやめていくと、どんどん、なんだろうな、職場とか、旦那さんとか、そんないろんな人間関係で悩んでる人たちは言えるようになったりとか、自分我慢しとけばうまくいくよなっていうのもなくなってきます。それをするためにじゃあ何をしていったらいいかって言ったら、やっぱり自分を大切にする、コスワード自分に OK を出すっていうことをしてほしくて、あ今日もダメだったなではなくて、なんだろうな、できたところがなくてもですよ、なくても、あ今日一日終わったな、よくやったな、あ OKOK 大丈夫よっていうのを自分に言ってほしいですね。今日は花金ですから、ね、仕事終わって明日明後日休みの方もいると思うのでね、飲み流れでもいいですよ、あ飲んじゃったじゃなくて、今日は
もう私に優しくしてあげよう、よしよしみたいな感じで、よくやってるよ、よくやってるよって自分をねぎらってあげてください。はい、それが今日のテーマ、歯医者さんと自己肯定感のつながりになりました。自分もどんどんこういうことをしていくと自己肯定感が高まって、すごくゆるく楽に生きやすくなったので、皆さんもぜひやってみてください。はい、ということで、第1コーナー、コスワード自分に OK のコーナーでした。次はですね、また、時間わずかですけども、歌を1曲歌って、ゆるらくラジオ終了したいと思いますので、まず第1コーナー、コスワード自分に OK、自己肯定感を高めるために自分によしよししてねぎらってあげてください。以上、コスワード自分に OK のコーナーでした。続きまして、メカルヒロキのゆるらくライブのコーナー。はい、今日も始まりました。残り時間ももう少しですねになってきましたので、このコーナーでは歌を歌って終わりたいと思います。先ほどは心理カウンセラーのメカルヒロキでしたけども、次はですね、シンガーソングカウンセラーの、メカルヒロキでいきたいと思います。僕のオリジナルソングはいくつかありますので、その、オリジナルソングを、お届けしていきたいと思います。この曲はですね、2012年に、作った曲なんで、もう6年前になりますね。本当に月が綺麗な夜だったので、その時に、浮かんだ曲です。ちょっと、時間の関係上ショートバージョンになるんですけども、聴いてください。ではメカルヒロキのオリジナルソング、月を。月の綺麗な夜に二人の愛は出会い、変わらない夜抱きしめていた言葉も交わさぬまま、いつか君が闇夜は好きじゃないと言ってたくらい気持ちになるからと、僕も同じ気持ちかもしれない、だけど夜明け前が一番暗いと言うだろう、なぜ僕らこんなにも簡単に心の声を忘れてしまうのだろう。月の
ありがとうございます。メガルヒロキで月夜でした。さあもう時間は早いですね。目次になります。お時間となっておりました。今日もあっという間の30分でしたね。本当ね、また来週は、そうだよかった、忘れてた、11月16日はですね、うるま市にある、うるま市赤道にあるエンタメ酒場エナジーで僕ライブします。7時からライブします。入場無料です。美味しいお酒、友達と仲間誘って、ぜひ僕のライブを見に来てください。懐かしい曲からもっと懐かしい曲まで、リクエストも受け付けておりますので、ぜひ足を運んでください。その日もこの歌も歌おうかなと思ってますので、ぜひフルバージョンも聴きに来てくださいね。それでは、皆さん今日もありがとうございました。ゆるゆるで楽に、毎日生きていけるように、自分を大切にしてあげてください。花金を、自分を大切にしてあげてください。メカレヒロキでした。